ベルマン帝国に囚われた人々の一部が生体電池にされて命を落としていた。衝撃的な事実を知った子供たち、自分たちの家族がそこにいなかったことを不幸中の幸いと考え、最も有力な収容先であるラサープソ溶岩地帯へ向かう。解放した収容所よりも非道な虐待を受けていないことを祈りながら、はあ、大丈夫さ。うん、あ、
行きましょう。しろ。こら。何言ってるの。疲れたな。眠ちょっと休むか。眠くなってきた。よし、楽勝さ。何これ。
任せて。やあ。なんだい？いいね。やってみる。やあ。調子は？実は。僕を止めることはできない。よし、行こう。ここで終わらせる。僕らの勝ちだよ。行こうか。口数が少なく一人でいることが多いブリッツに壁を感じた子供たちは戸惑いながらも話しかけてみた。やあ。そっけない返答だったが、拒まれはしなかったので、続けてベルマン帝国のことを聞いてみた。
フリッツはそう言って家族の写真の入ったペンダントを取り出すと、表情を曇らせながらそれをじっと眺める。ブリッツもまた家族と離れ離れになっていることに少し共感を持つ子供たちだった。僕を止めることはできない。僕たちは負けない。Come on!
わからない。え、なるほどね。よし、行こう。いいね。僕らの勝ちだよ。僕らの勝ちだよ。
僕を止めることはできない。そうか。ごめんね。うん。別に。気にしないで。
感謝しなよ。できたわ。よし。私がそばにいるわ。任せて。やったぞ。僕がやるよ。よ。よし。どうだ。よし。楽勝さ。お手伝いする？任せて。僕がやるよ。ミャンミャンミャン。ミャン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 。え？それは。ありがとう。なるほどね。いいえ。よ。よ。おい。
なんだい？そうか。うん。いや。お前には分からねえ。確かに。期待を裏切る厳しい状況が続く中、再び子供たちの前に光る少女の幻影が姿を現した。聞いた。私は皆を助けるまで諦めない。子供たちは今諦めてしまえばこれまでの戦いが無駄になってしまうと少女に力強く返答した。それは少女への言葉というより自分たちに言い聞かせる決意の言葉だったのかもしれない。少女はそう一言だけ言い残し、すっと姿を消していった。